横浜聖アンデレ協会は日本聖公会横浜教区の教会で、聖堂は横浜教区司教座聖堂でもある。改修は1863年に始まり、現在の建物は1955年に建て替えたもの。横浜聖アンデレ司教座聖堂横浜聖アンデレ協会は日本聖公会横浜教区の司教座聖堂で、横浜教区は神奈川県、山梨県、 千葉県、静岡県の聖公会協会からなる。横浜でのキリスト教宣教は1863年に、イギリスの m b イリー司祭が横浜距離打ち105番に建てた横浜クライストチャーチを持って始まり、これはその後山手へ移り、第二次世界大戦後に日本語集会もできて、今日の横浜山手聖公会になっている。これとは別に、 1885年には、居留地154番の釈屋に日本語改修、横浜西安徳、列協会も組織され、これは、中区小典町、中区西出町、中区花坂町に移転、聖堂はそれぞれ関東大震災、横浜大空襲で消失する経験もした。現在の聖堂は1956年に竣工し、1957年1月3日に、 性別された。1986年創立100年を記念にアメリカロードアイランド州のシュートプロビデンスの都市再建計画で閉鎖になったクライストチャーチのパイプオルガンが移設された。2015年創立130周年を記念し、聖堂屋根、内装の改修を行った。住所は 郵便番号221-0852横浜市、神奈川区三沢下町14-57秘書地としての軽井沢を開拓したと言われるアレクサンダークロフト少司祭、日本アルプス登山を広めたと言われるウォルター・ウェストン司祭などがこの協会の牧師を務めた。ありがとうございます。